この動画では県とヘルスサポーターの LINE 登録方法についてご説明します。まず最初に LINE の友達追加登録をします。LINE アプリを起動し、トーク画面の右上にある赤で囲ったマークをクリックします。クリックするとカメラが立ち上がるので、そのカメラでこの動画で表示されている QR コードを読み取ってください。読み取れると、県とヘルスサポーターの友達追加画面が出てきます。この画面で赤字で囲んでいる友達追加のボタンをクリックしてください。次に会員規約の確認です。友達追加をした後に、自動的にメッセージが送られてきます。そのメッセージの中の青色で書かれている表示の部分をクリックしてください。クリックすると、プロフィール情報の提供、またメッセージ送信についての許可画面が表示されます。内容についてご確認いただきましたら、下の許可するのボタンをクリックしてください。次に、県とヘルスサポーターの会員規約が表示されます。会員規約では、会員情報の取り扱いや禁止事項などについて記載しておりますので、画面を一番下までスクロールし、内容のご確認をお願いします。最後に、会員規約に同意いただける方につきましては、一番下の画面で、会員規約に同意しますの左の四角をクリック。ご自身の性別、生まれた年を選択し、最後に送信ボタンを押してください。これで、県とヘルスサポーターの会員登録は完了です。今後、定期的に健康イベント情報や健康情報について発信しますので、楽しみにお待ちください。また、LINE トーク画面より、ポイント制度や不定期で更新している、ケント漫画についてもチェックすることができます。ケントヘルスサポーターを活用し、楽しみながら健康を意識して生活してみてください。